コストコピザおすすめ。コストコでおすすめのピザランキング15選。15位、フードコートコンボピザ1ホール1580円。フードコートの定番商品のコンボはピーマン、肉、ペパロニサラミ、マッシュルームなど具沢山。生地はふっくらもちもちで食べ応え抜群。14位、フードコートチーズピザ1ホール1580円。フードコートの定番商品、モッツァレラとパルメザンチーズが使われていて、チーズの味がしっかりで濃厚なのに意外とくどくない。13位、カークランド冷凍チーズピザ4枚入り1798円。チーズとトマトソースのみのシンプルの冷凍ピザ、カットせずに冷凍庫に入る&オーブンで焼けるので便利です。アレンジ用のピザとしても丸。12位、丸型ピザポルケッタ1498円。2021年夏の新商品、豚バラ肉でバジルを巻いたポルケッタが乗っていて、見た目のインパクトがすごい。意外と素材系の味なのでタバスコをかけても丸。11位、丸型ピザスモークベーコン&ポテト1498円。2019年に期間限定で販売されたスモークベーコンとポテトにたっぷりチーズとブラックペッパーがトッピングされたピザ、間違いない。10位、丸型ピザミートラバは1498円。2020年に期間限定で販売されたがっつり系のピザ、5種類の肉類がたっぷり乗って、まさに肉祭り、再販してほしい。9位、ガリレオミニピザマルゲリータ720g 30g×24枚848円。2021年新発売、冷凍コーナーにある手のひらサイズの食べやすいピザ、小さいけれど本格的なお味、お好みのトッピングを追加しても丸。8位、フードコートマルゲリータピザ1ホール1580円。期間限定でバジルソースとモッツァレラチーズ、トマトが乗ったシンプルなピザ、期間限定ピザの中でも大人気で待ちわびている人も多いです。7位、フードコートハワイアンピザ1ホール1580円。夏に登場する期間限定のパイナップルが乗ったピザ、お肉は毎年変わりますが2021年はベーコンでした。甘じょっぱい組み合わせが最高。6位、ベッシューナダ知らずピザ1798円。2021年に期間限定で販売された、しらすがたっぷり乗って塩気が効いたおかず系のピザ、モッツァレラチーズとトマト、オリーブがいいアクセントに。5位、丸型ピザチキン&コッカ1500円。コッカとは生ハムのことで、チーズの上にセミドライトマトのオイル漬け、生ハム、蒸し鶏、オリーブ塩漬けが乗ったピザ、また再販してほしい。4位、丸型ピザ5色チーズ1498円。定番商品、5種類のチーズがたっぷりとトッピングされていて、焼くとトロトロに、癖が少ないチーズなので食べやすいです。おい具材をトッピングしても丸。3位、丸型ピザシーフード1498円。定番の中では一番具が豪華、具材が多めですがあっさりめなので飽きずに食べられます。レモンやブラックペッパーをかけても丸。2位、くるっきりまわれピザ1998円。シーフードと入れ替わりで登場した期間限定のピザ、大きなエビ、タコ、ホタテ、ムール貝に新アスパラガスがトッピングされて超豪華。1位、丸型ピザパンチェッタ&モッツァレラチーズ1498円。定番の中で一番バランス丸、ピザソースの上にシュレッドチーズ、その上にパンチェッタ、モッツァレラチーズ、ドライトマトが乗っていて最高です。